世代を立ちになることのできる方は、どうぞご自由にお立ちください。共に心から神様に賛美していきたいと思います。神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの地に表されてゆく。もう一度賛美しましょう。神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible。 神にとって不可能はないから、癒し奇跡救いこの地に表されてゆく、表されてゆく、表されてゆく。ハレルヤ、宣言しましょう。ハレルヤ。喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。神、主の皆を讃えます。ハレルヤ、もう一度返しましょう。あなたは私に従いなさいと主はされます。
この人との比較ではなく、この私の言葉にしっかりとあなた方耳を傾け、私の言葉に立ってみなさいと主はされます。一人一人のうちに多くの事柄がこれから開かれてくると主はされます。新しい事柄がすでに始まっていると主はされます。その中で祈り聞き従うことを確かにしていきなさい。私は聞き従う者たちを通して大いなる勝利を、圧倒的な主の勝利をその中で表していこうと主はされます。この神が語られたことは何であるかをしっかり捉えていきなさいと言われます。この人には多くすることがありますが、しかしこの神が語ったことを中心にしっかり成していきなさいと言われます。確かにあなた方が何を見、またあなた方が何を捉え、またあなた方がこの神にどのように従っているかが問われていると主はされます。この語られていることを忠実に成していきなさい。この語られていることを成していくときに、確かに働きが次の段階と次々にこの扉開かれていくと主はされます。忠実に忠実に語られていることを成していきなさいと主はされます。あなた方は私の言葉に立ってみなさい。その時に多くの実を結ぶ働きへと導かれていくと主はされます。それではもう一度賛美していきたいというふうに思います。感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共にまかれた豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。どんな熱い壁も必ず打ち砕かれてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。今リバイバルが、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。光輝き渡る。もう一度ご臨在の瞬間に拍手を捧げましょう。
愛する天の父様、この賛美の時を感謝いたします。この賛美の中にあなたが豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていくこの世界の中にさらにご臨在を表してくださって、あなたの御心のままにこの世界を導いてください。この時をあなたにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。